どうもこんばんは、ピエロです。今回は今私が苦しんでいる病、そして皆さんも今後ほぼ必ず向き合うことになる病、無気力についてお話したいと思います。他のことへのやる気はあるのに、ある特定のことに対しては全くやる気が起きない、そんな状態のことを無気力と言ったりします。おそらく皆さんもあると思います。やらなければいけないことがあるのに、なぜかだるくて鬱陶しくて、分かっているんだけど手をつけられない、結局それっぽい理由をつけ後回しにし、一日中ゲームやドラマを見てしまったこと、実はこれ病気なんです。病名は無気力症候群、アパシーシンドロームと言います。無気力というと我々は気合が足りないだけだと根性論を語るに落ちますが、それすらもできずに落ち込んでいくのが無気力症候群の現実です。多くの場合その症状には自分自身が気づいていない場合があり、故にその症状は一時的なものから数十年にわたる超長期的な脱力感を伴う場合もあります。早いもので今年ももう半月が過ぎましたが、この半年間あなたは何をしましたか？何か印象に残った出来事はありましたか？何をしたか全く記憶に残っていない、それどころかここ数年間何も思い出がないなんて人かなり多いと思います。それもそのはずです。無気力とは今世界中の先進国で若者が抱えている共通のジレンマであり、世界中の天才たちが我々大衆をターゲットに意図的にこの無気力を加速させる仕掛けを施しているからです。 Facebook、Twitter、Instagram、YouTube、 今やこれら SNS という存在は利用したことがない若者は存在しないと言っていいほど強大なマーケットとなりました。そしてそれは立場を変えれば、仕掛ける側に立てばこういうことが言えるんです。知的好奇心の奪い合いが激化している。どういうことか。現在のビジネス競争では頭を満足させるということに非常に時間とエネルギーを割いた競争が天才クラスの人たちを中心に巻き起こっていて、彼らは私たちの脳の奪い合いをしているんです。それは主要 SNS 以外にも Netflix、Amazon、PS5 などもそうです。我々は今天才たちがする覇権争いに振り回され、知的好奇心をあっちこっちに奪われているのです。どうやったら無意識にこの情報を見てくれますか？あなたではなく、あなたの脳に対して多くの天才たちが直接仕掛けてきている。次検索ワードを自動的に予測し表示する仕組み、購入予測商品を自動的に割り出す仕組み、それらは常に我々の判断の一歩先を行き、つまりそれは私たち自身しか知り得るはずがないことをジェフ・ベゾスはエヴァン・ウィリアムスは知ることを可能にしている。超天才たちが最先端の技術を数時間単位で進化させ続け、私たちの知的好奇心へアプローチし続けている。そして私たちの脳は疲弊していくのです。元来人間の身体というのは偏ったエネルギーの使い方をすると偏っているので反発が起きるんです。つまり自ら体を動かすことなくこれだけ精神を満たすことができる。そうなると肉体的な反発が起きる。そしてそれが状態化すれば無気力に陥り、現実世界への知的好奇心、お金や物欲などの欲が消えていく。ただその完全な代わりとして、あなたの手元にはスマホがある。便利すぎるがゆえに我々はそこに甘える。そして外界への探求心を失っていくのです。ではこうして蓄積された非常に偏った脳への疲労、無気力から脱却するためにはどうしたらいいのか。答えはシンプルです。頭を使うことをやめる。そして体を使うこと。我々人間の体には何十兆という細胞があり、その細胞の一つ一つが外界からの信号を敏感に受け取っている。この自分に向けられた全ての信号を断つんです。そして徹底的に外ではなく自分の内へ意識を向ける。訓練ができる環境に身を置く。多くの人はスマホに依存することで、本来は現実世界で求めるはずの知的好奇心が吸い取られていることにすら気づいていない。それどころか別に知的好奇心が薄れ無気力になったとしても問題ないとさえ思っています。そんな人が多数派の中で自分が無気力を感じている、無気力のままではダメだと体が感じているのなら、それは正常な感覚なんです。で、この正常な感覚を取り戻していくためには頭で考えることをやめるんです。何も考えなくていいのか、そういうことではないです。もっと体で感じることを増やすんです。例えば自分の肉体を酷使してみてください。その疲れ切った後何か感じるものがある。私たちは便利すぎる、豊かすぎる、たくさんの情報を浴びすぎている。故に自分がやっていること、自分が体験していること、自分が学んでいること、その実感というのがどんどん奪われていってしまっているんです。この実感を取り戻すために便利さをあえて隅に隠しておいて体を使ってみる。学生の方はまだマシです、ペンを使うので。しかし大人になればもうその機会すら消える。もしあなたがいつもドキュメントに書き込んで物を考えているのなら、一旦それを紙に変えてみてください。この紙にペンで書いてみた時、その人たちに伝えたいことや自分の本当のところというのに深い実感を伴って知ることができるんです。あまりにも便利すぎる、あまりにも豊かすぎる、あまりにも情報や知識が勝手に入ってくる、そのような社会の便利さというのが自分の感性を奪っている。ただ逆に言えば自分の感性を伸ばさなくていいという環境、それによって得られる楽さや便利さによって私たちは快適に生きられている。でもこれからの時代はそういう時代だからこそ、意図してそれを外していかなければならない。なぜなら楽なことが本当の豊かさではないから。必ずその錯覚に苦しむ時が来る。本当の自由、本当の豊かさ、それはインターネットで検索するものではないんです。本当の自由、本当の豊かさ、それは私たちの外にあるのではなく、私たちの中にある。金銭的な豊かさより精神的な豊かさが本物の豊かさであるように、誰かの豊かな話、誰かの成功した方法、そんなものを聞いても同じように豊かにはなれないし、同じように成功はできない。自分が豊かになれる方法は自分の中にしかないため、インターネットでいくら調べても満たされないように。故に何かを成し遂げるのは常に困難を極める。
自らが苦しむことで、自らの肉体を、精神を酷使することで、その度合いに応じて自分の内側に入っていくことができ、そこで解を見つけることができる。いくら外を探しても意味がないんです。これ私の感覚的見解ですが、ある分野で結果を出した人は、そのすぐ後に別の分野でも連鎖的に結果を出す率が高いんです。それはなぜかというと、成功する感覚がまだ残っているからです。この成功する感覚というのが、どれだけインターネットの誰かの発言を聞いても腑に落ちないんです。結局自分に合った方法は自分の中から掘って探さなきゃいけない。この2行です。これが成功者全員が知るところです。結論、無気力とはある一定の条件下でなければ発症しない現代病であり、不幸ではない豊かな状態。この状態で無気力は発症する。実際東南アジアなどの発展途上国や貧困国では無気力に陥る人はほとんどおらず、逆に日本などの先進国では若者を中心に夢どころか物欲すらない無気力な層が大半を占め、今後多くの無気力状態の大人が社会問題として取り上げられ、それは格差社会の大きな問題点の一つになるでしょう。その原因は SNS マーケットのインフラ化、知的好奇心の奪い合いの激化。私たちには必ず知的好奇心、すなわちもっと知りたいという学習欲求が存在します。このもっと知りたいという衝動を、もしあなたが天才たちのツールを使いあえて抑え込んでいるのなら、その抑え込んだ先にあるのは不満足。もしあなたが満たされた生活をしているのに不満足な人生だと感じているのなら、そこから解放される方法はもう頭で考えることをやめ手を動かすことです。